基本的にレンタルハイクでは、高品質のスノーボードを、皆さんに提供しようと考えて、立ち上げたレンタルショップです。プロのスノーボーダーが使うようなプロモデルの板を初心者の方から上級者の方まで、貸したいっていう気持ちで乗ってもらいたいっていう気持ちで始めたので、初心者の方にもとても乗りやすい板をたくさん扱ってますので、ぜひご利用ください。これがうちの板の、一番おすすめというかハイクオリティっていうラインなんですけど、一応リブテックの板を結構メイン、リブテックのグヌー、ロクシーを結構メインで扱ってるんですけど、特徴的にはこう、逆反りの板、ロッカーボードっていうのはやっぱり、スノーボードするのにとても初心者の方にもすごい乗りやすい板なんだけど、こう逆に反ってることによってここのエッジの引っかかりっていうのが少なくなるので、初めての方でも逆エッジを食らいづらい、そういう板なんで、初心者の方から、もちろん上級者の方、パウダー好きな方に持ってもらえる板なんですよ。そういうところでやっぱり初心者の方におすすめしています。これは入るおすすめ、このぐらいの板が、スタンダードにしたい方は思ってるんですけど、おすすめです。はい、こちらも、品質的には、高品質、ハイクオリティ、バートンの、LTR モデル。これもレンタル用にも開発されている板なので、主に初心者向けの板なんですけども、こちらも形状が、やっぱり逆反り、ロッカーボードの形状になっていまして、さらにこの辺もこうなんですけど、こう向いた時のこうなってるんですね。やっぱこちらもやっぱエッジが引っかかりにくい、逆エッジを食らいづらい、初心者の方、これみんな乗ってやっぱこの板もすごい良かった、乗りやすかったっていう声もよく聞きます。こちらの、世界のバーで開発してたりやる、こちらも軽いし、女性の方、男性の方、この方みんな満足はしてます。はい、どうもおすすめです。これはね、リルテッド、スカンクウェイブっていうモデルなんですけど、あととても太い、玉の太い、モデルのスノーボードです。26.8cm あります。なんで足の大きい方、外国人の方にすごい人気で、ゾンビが好きな方にこれかなり人気なんですけど、このように内臓が丸出しになる、発色のいい内臓、これおすすめです。変態な、ゾンビ好きの方、山奥と寝るときも一緒に寝てもらいます。楽しいと思います。ゾビ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 。ぜひお願いします。スノーボード上達してもらいたい、早く上達できるようにって、やっぱもうどんな板でも何でもいいから貸しちゃうってんじゃなくて、ちゃんとしたスノーボードを貸して一から間違った道に行かないよっていうか、ちゃんとスノーボードの楽しみを味わってもらいたいっていうのがやっぱり本当コンセプトで、
まあだからやっぱりこうちゃんとしたブランドのちゃんと形状とかも説明してあげて、ちゃんとした足回りをしてスノーボードに乗って楽しんでもらうっていうのが一番やっぱ